待って、しずく。なんだ、お前たちは。はあ、何これ。これが古の木や。久しぶりでんな、旦那。しずくか。わしに何の用だ。いやいやいや、一の国から客人が来ましてね。ほんでもって旦那にいろいろとお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。全く調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は。長老もお気づきになられましたか。透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。しずく、まさかお前。はい、俺たちジャボーと戦いますわ。なんと。相変わらずバカなやつじゃ。よかろう、力を貸してやろう。しかしその前にその子のイマージェンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし、ちょっと早いけど、お前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン。せや、イマージェン。この二の国では自分の心を実体化させて戦士にすることができるんや。それがイマージェンというわけ。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやから、お前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな。できるもできんもない。やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほな、ええか、マジックマスターを開いて、ここでイマージェンの魔法を使ってみ。これがお前の心の戦士、イマージェン。心の戦士。そうや、お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの。おお、見て。なんだよこいつ。はあ、お前の心が強なったらこいつも強なってくるんや。
なんや？え？くそ、また来たんや。早速戦うで、オリバー。これ、どうするの？戦いのイメージを頭に思い浮かべるんや。そしたらそいつも戦ってくれる。わかった。戦いをイメージ。やってみる。よし、頑張ろう。
し、頑張ろう。負けないよ。
頑張ろう。負けないよ。